挨拶でインフルエンザネタやっていいの？欲でかかったバカがいますよね。最後ね、ぶっ壊れた。いや、だって、いや、この時頑張ってた。ああ、そうだったんだ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ほら、姉さんがそう言ってるから。何が言ってくれるんでしょう。
キラキラが見えないから。
Thank you.
オリンピックの話しないけど、こんな感じがすごい盛り上がって。
じゃあ、あの、来てて嬉しそうだって。面白いこと言う、シャドウとするとき、もう腕、ニコニコしてるよ。俺が、あけ、中くり、中くり。言い方がお前
ちょっと食べ物が食べたら、おいってなるけど。
菜的形状来说，哎，就普通的吃花的时候，后面就说大姑娘有，是吧？我自己给自己给自己给我打的，刚才过来过来过来。レクサス乗ってるくせに。
されるがまま。
ネタとは暗くてなんかして言わないから、いや、そこは明るいよ、大地やるとき明るいんですよ、暗いとか明るい、心配やる。もう5分ぐらい我慢できる。まさか、あ、右足明るいの出てないの、ほら、ほら明るいの、あれ何色したの、なんか明るいのと暗いの、俺も懐中電灯やってるのかな、息が息がすごいんじゃない、練習でやったんなんか僕やっぱデイリーデイリーするとかすごいですよ、ね、でもね、俺もね、高い。
Thank you.
Thank you.
これ。なかなかした感じ。あ、そうだな。
かったっすもんね、彼女は。ほんほぼって西川は、ああ、終わり、あおつ、いや、笑う、笑うとかね、笑うとかね、しか、しかも来なくなって言われるのが一番いいだった、ちょっとサクッと、めちゃくちゃ、あの、ムービー、あの、上に乗ってるやつ見せて、あの、寝顔、本当できます、寝顔のやつ、